今私は性筋痛症という病気で体がすごい痛いんですけど、まあ、まずはちょっとどれだけ私の体が今痛くって、まあ、その痛みのせいでどれだけストレッチができないか、柔軟性がないかっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。開きます。さあ、こんぐらい。どう？やばい、やばい。90度ぐらいだね。そうだね、うん。そう、で、前屈がこのくらい。やばい、やばい、やばいね。クミちゃんじゃない。自分では結構言ってるつもりだったんだけど、こうやって鏡で見るそう。で、なんか膝が曲がってる。こういう感じ。こういう感じ。こんぐらいかな。みたいな感じで、今本当に可動域がないです。だけど、多少アンドールぐらいはできるので、うん、じゃあ股関節の動きが全てじゃないってことを、アンドールをするのに股関節の動きが全てではないってことをここに証明します見たら分かると思う。そう、ね、私もう1年3ヶ月4ヶ月ぐらいバレてないし、ストレッチもその時間やってないんですけど、多分ね、アンドールとかはまだまだできます。今痛みのない範囲でやってます。こういう感じ。これ以上ちょっと足上げちゃうと痛いのでできないんですけど、そう、これがアンデオールの何？アンデオールの仕組み。そう、我が名の先生とかが、ね、コアリョア先生とかシートニコ先生とかめっちゃアンデオールできる先生たちいるんですけど、彼女たちももうコアリョア先生も80歳とかだし、もうすごいお年なんですけど、皆さん開脚180度できるわけないじゃないですか。もう皆さんできないんですけど、超開いてるじゃないですか。じゃあこれがなんでみんな開けるんだろうっていうのを、じゃあまずは皆さん考えてみましょうということで動画を撮ってみました。あー、はい、じゃあねー。